ンバーアイ、ゴートの3人のビジュアルがもう大爆発。どうも皆さん、こんにちは、グーです。はい、今日はですね、昨日放送された With Music っていう、まあ、真の音楽番組ですね、まあ、そこの方にナンバーアイ、まあ、平野くん、神宮寺くん、岸くんがですね、まあ、民放初出演ってところで、まあ、ナンバーアイのゴートを披露したんですけども、まあ、今日はですね、そちらの感想動画だったりとか、司会者の人たちと話してる時の3人のなんか受け答えだったりとか、まあ、そういったところも含めてお話ししていきたいなというふうに思います。いや、皆さん見ましたか？あのパフォーマンスに入る前のなんかね、そのツイッター X でなんかね、そう探したら出てこなくなっちゃったんですけど、3等分なんかそんなようなトレンドが入ってたんですけど、要はこのパフォーマンス入る時に、まあ、この3人がね、まあ、各々カメラを向いたりとか、目線を反らしたりとかしてるんですけど、画面に3人の顔がもうドズームでもうドンと顔があるんですよ。それのもうビジュアルがなんかもうおかしすぎるというか、下手したらって言うかですね、でもなんかそのジャニーズの時よりもなんかビジュアル爆発してないっていう、なんかね、イケメンすぎて、なんか、いや、平野くんがイケメンなのはもちろんじゃないですか。で、もちろんジンくんと岸くんもめちゃくちゃイケメンじゃないですか。そんなのもう分かりきってることなんですけども、なんか今日はいつも以上にかっこよく見えたというか、イケメンがさらにもっともっとイケメンに見えたって感じがしたんですよ。ジンくんに関してはなんか最初ね、目線を外しながらまっすぐ歩いていくときに、なんかね、ちょっとクールというか済ませてる感じがあったんですよね。やってやんぞ、見てろよみたいな、そういうなんか気持ちの入った顔つきをしていたのがすごく特徴的で、なんかちょっと闇というかクールというか黒い感っていうのを感じたんですよ。なんか悪男みたいなね。で、岸くんに関してはもうまっすぐカメラの方向いて、ちょっとほほんと微笑みながらやってやんぞみたいな、見ててみんなみたいな、なんかそう、それのね、岸くんはまあ済ましたというよりかはちょっと似たってしてるんですけど、岸くんにしては似たが弱いんですよね。もっと岸くんは似たーってするんで、やっぱ今回の岸くんも結構クールめが多かったんですよね。みんな見ててねみたいな、ジンはよしお前は見てろ行くぞみたいな感じがして、岸くんはみんな見ててみたいな、そんな感じがしたんですよね。なんかイメージですけどね。で、翔くんに関してはなんか一番あの微笑ましいというか優しい顔つきだったんですよ。まあ、あの余裕がある感じというか、別にジンくんと岸くんは余裕ないって言ったわけじゃないですよ。けどなんか行くぞぶちかまして見てろやってか、そういう感じよりはなんか自然な感じで、なんかその音を楽しみながらみんななんか行くよみたいな、なんかその一番翔くんがなんか微笑ましかったというか、微笑んでいる感じっていうのもなんかいつも逆のイメージがあるんで、岸くんとかしんくんの方が微笑ましくて、平野くんの方がなんかクールで行くぞみたいな感じがしたんで、今日なんか逆な感じがするなって印象でしたね。いや、もう3人のビジュアルがやばすぎて、マジでこの人たちイケメンなんだなって、なんか分かりきってことじゃないですか、イケメンなんて。なんですけど、今日のあの僕テレビで見てたんですけど、テレビのこの3分割見た時にちょっとマジでちびりかけましたね、イケメンすぎて。うわ、翔くん、ジン、うえ、岸くんみたいなね。実際にパフォーマンスを入る時もゴー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 っていう時に、結構岸くんとかジンくんはクールな顔つきなんですよね、うんみたいな。やっぱ平野くんだけに関してはちょっとなんかおちゃらけてるというか、なんかちょっとおふざけしてるような、なんか似たーってやってるんですよ。なんかほんと絵文字にありそうな、なんか似たっとした笑顔が改めて画像出てると思うんですけど、それ何なんだろうと思って、でその後みんなであのグーでパーンで手を合わせるときに、ヒラ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 って、あれダンスやってる人、まだダンスだけじゃないかな、なんか昔ちょっと流行りましたよね、あのグータッチしたときにパーンって離れていくやつ。結構今回カメラワークがすごい良かったなって個人的に思っていて、以前のベニワンとかだと結構ね、まあ演出なんですけど、なんかカメラが動きすぎちゃってちょっと見にくいなってのが正直感じたんですよ。でも今回は
そのカメラを変にウニョ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 動かしたりしないで、ちゃんとズームか引きかほぼそれぐらいのカメラワークしかなかったんで、もう本当に3人のパフォーマンスが見やすかったっていうのもありますし、これぐらいのカメラワークの方が3人のダンスはっきり見えるから僕は個人的に好きだなと思いましたね。その後ダンスパートのところでも、もうすごく引きでずっと3人のダンスが見えたっていうのもやっぱなんか楽しかったというか、興奮しますよね、やっぱり。で、翔くんのやっぱ足のステップをちゃんと引きで見れて、しかもちゃんとズームと見せてくれるんですよ、ズームでも。もうなんかそれだけで、ハイボール吸えましたもん、ハイボールが。みたいな。うわみたいな感じで。なんか今回はその気合が入ったってのはもちろんあるんですけども、気合入った中にも、ちょっと余裕のある感じのパフォーマンスっていうのがすごく感じましたね、個人的には。で、続いてトークの方に入っていきたいと思うんですけども、トークの方でもですね、まあアナウンサーの方が、まあ最高のスタートだったと思うんですけども、なんか不安とかってなかったんですかっていう質問に対して、まあみんなちょっと考えながら、なんか当たり前のように、いや、不安とかはなかったですね、みたいな形で、まあやっぱりその、ね、キンプリっていう素晴らしいグループにいた中で、でもそれを抜けてまで自分たちのやりたいことをやろうと思ったんであれば、まあ、もう目指す先は上にしかないですし、目指す先っていうのはもう前だけだと思うんで、まあそういった意味でも本当決意、男たちが決意をしたんであれば、まあ変な話もう迷うことはないんだろうなっていうところで、もう全然不安とかはなかったですね、みたいな。まああとはやってやるぞ。まあそれだけだったのかなと思うと、やっぱりこれだけの思いが、その一言だけでも、まあ相当の覚悟と思いを感じられましたね、僕は。で、トークの後半の方にあったんですけど、こうナンバーアイでリーダーは誰なのかって言った時に、岸くんが、いや僕は辞退しましたと。まあリーダーを辞退したと言ったんですよ。やっぱキンプリの時はリーダーだったじゃないですか。まあなんかそういった新しい風で、たぶん岸くんじゃなくて、まあ翔くんとかがリーダーにした方がいいっていう意図だったのか、まあ自分には荷が重いよっていうだけで、もう、辞退したいですって。って思いだったのか、まあ、そこは分かんないですけど、まあ、岸くんは一応辞退をしている。でもなんか確定じゃなかったっぽいですよね。翔くんと仁くんに関しては、でも岸くんに社歴も長いし最年長だしやってほしいんだよねみたいな。でも岸くんは長いやーもういやーみたいな感じで、まあ、もしかしたら岸くんは今後リーダーっていう形じゃなくて違う人がリーダーになるのかもしれないですよね。まあ、でもなんか仁にもなりそうというか、仁もなんかリーダーやってそうなイメージもちょっと僕はあるんですよね、個人的に。でもなんかちょっとね、キンプリ時代の話もしてもらえるのかなとか思ったんですけど、そこはやっぱしなかったですね。なんかやっぱ気を使ってるのかあるのかわかんないですけど、なんか前のグループもリーダーだったんで、ちょっと今は今後はねやりたくないんですよとか岸君だったら言いそうだったんですけど、そこは言わなかったんで、まあなんかあったのかなって思いつつ、でも本当パフォーマンスともうビジュアルが爆発しすぎてもう最高だったなってただ思いましたね。はい、今日はですね、ナンバーアイがですね、With Music っていう新しい音楽番組に初めて出てですね、ナンバーアイの GO と披露したんですけども、その感想についていろいろお話させていただきました。ぜひ皆さんの方でもですね、もうビジュアル良かったよとかトーク長くて嬉しいっていう意見、ぜひコメントで教えていただけたらなってに思います。はい、自分はですね、こういった旧ジャニーズ 2B の話っていうのを自分の思いや主観でお話しさせていただいているので、ぜひチャンネル登録・高評価で応援していただけたらなって思います。これでまた月曜日から頑張れそうだ。またね。